こんにちは、トリカラチャンネルです。孵化から5日目のカブトエビちゃん。存在感がより大きくなってきましたね。どうかこのまま着実に順調に脱皮を重ねていってほしいです。脱皮がうまくいかないことで力尽きてしまうことが多い生き物。脱皮が手伝えれば生存率を高めることができると思うのですが、ここまで小さいとそれも難しいです。しっかり脱皮が行えるように環境を整えて、栄養を考えて餌を与えて、あとはやはり祈るしかない。カブトエビの脱皮はまだ小さい時ほど突然脱皮が始まる印象です。だからこんな風に元気に泳いでいるかと思えば、突然もがき出して脱皮したり、しかもその脱皮がうまくいかないとそのまま力尽きたり、元気で泳いでいてくれている今、明日の体調も万全であるように、飼育環境に何か問題はないか、餌は適量与えられているか、飼育水の交換量は適切か、明日後悔しないように万全を期するべし。今日もできるだけの世話はしました。もし明日望まぬ結果が待っていようとも後悔はしません。飼育している生き物たちに毎日そう思って世話してます。過去に何度も何度も後悔してきましたから。今日はここまでです。ご視聴ありがとうございました。そうね。明日もよろしくお願いいたします。そうね。